どんな物質でも原子や分子の数を1個2個と数えるのは現実的じゃないですよね。そこで科学の世界ではあるまとまった数の集団を一つの量として扱います。これを物質量と言います。まとまった数？はい、具体的には 6.02×10^23 乗個の原子や分子またはイオンの集団を1モルと数えます。モル？かわいい名前ですね。モルは物質量につける単位の名前です。 6.02×10^23 乗個の集団が2つあれば2モル、3つあれば3モルとなります。10の何乗って数えるよりこっちの方が数字も小さいし断然わかりやすいですね。でも 6.02×10^23 乗ってなんか中途半端な数ですよね。どうしてこの数を1モルにしたんですか？それには理由があって、実は原子量の基準である炭素原子が 6.02×10^23 乗個集まるとちょうど 12g の重さになるからなんです。 12g、 確か炭素原子の原子量も12でしたよね。さすが、いいところに気がつきましたね。いやー、それほどでも。炭素原子の重さが原子量と同じ 12g になる時の原子の数を1モルと規定することで、他の原子についても原子量にグラムをつけた値がその原子1モルの重さになるんです。例えば原子量4のヘリウム原子1モルの重さは 4g、 原子量24のマグネシウム原子1モルの重さは 24g となります。おお、なんかすごい便利ですね。これって分子の場合も同じなんですか？はい、分子1モルあたりの重さは分子量にグラムをつけた値になります。例えば水分子の分子量は18ですよね。ってことは水分子1モルの重さは18g になるわけですね。そういうことです。物質量と原子量や分子量との間にはこのような関係が成り立っていることも理解しておいてくださいね。はい、わかりました。あ、ちなみにですが 6.02×10^23 乗という数字自体は頑張って覚える必要はありませんからね。そうなんですか？やったー。ただし、なんだかめちゃくちゃ多いけど一定の数の集団を1モルとすることだけは覚えておいてくださいね。